おはようございます。やんちゃです。2023年1月6日金曜日の朝です。やばい。タイマー16分。お、よし。よしよし。いや、なんかさっきけん玉の時、なんか2分のタイマーやろうとしたら、タイマーアップはインストールしてませんとか言って、また記憶喪失になってたからどうしようかなと思ってたんですけど、なんかまた記憶が戻ってますね。よかった。はい、フランク。はい、というわけで、なんかとりあえず腕立てを先にやった方がいいんじゃないかっていう話があったんで、試しにそうしてみます。よいしょ。あとね、頭じゃなくて顎をつけろっていう話もあったから、それもやってみる。いきます。15回。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。やべえ。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。顎つけんのきついな。はあ、やばいやばい、これはやばい。はあ、タイマー2分。2分のパンパンを作。でも確かに腕立ての後プランクの方がいいかもしれん。はい、今日の天気晴れですが、なんか明日もしかしたら東京で初雪かもって言ってましたけど、でも降水確率 10% だし、まあなさそうですね。なんか雪降るときって大体成人式のあたりで降ったりすることが多い気がしますけど、きつい。なんか腕立ての後プランク楽なのかと思ったけど結構きついな。長官見るか。やべえ、あと1分10秒もある。長期金利に上昇圧力。はあ、やばそう。へえ。EV 競争、ソフトが軸。なるほどね。うお、きつい。あと45秒もあんの。米テック、拡大路線を転換。ぐお、やべ、喋ってる余裕ない。あと、30秒もある。やばい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 。なんかあるかな。ぐお、きつ。ぐお、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。やべえ、きつい、きつすぎる。これを毎日やんのやだな。ぐおー、しょ、はい。で、よいしょ。は、よし。やりますか。タイマー2分。タイマーアップはインストールされていません。そんなことある。直接起動したらいけたんだが、まあいいか。もしかめから100回行きたいですね。1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
あーなんか紐が出てきちゃうんだよな。ちょっともう一回紐が出てこないようにするにはどうしたらいいんだ。まあこんなもんか。はい、いいですね。やってる最中にこれ出てきちゃうのがねネックですね。はい、よし、フリケンやるか。あ、そうか、フリケンこうせずにこの状態からこう風が強くなければなんか割と制御できるような気がしてきた。どうですか。はお、すごい。よっ、あ、惜しい。ほ、惜しい。よっ、どうですか。今なんか6回中4回とかじゃないの。はよっ、惜しい。よいしょ調子に乗ってるとダメだなほっ、よし、なんか掴んできた。しょしょ、ほい。というわけでプランクとけん玉終わり。結構きついプランクなんかなんだっけ、腕立てを最初にやることにしたのと、あと顎までつけるようにしただけでちょっと強度が段違いですね。はぁ、なんかこの帽子のつばが地面につくぐらいまで下げるとかって言ってたけど、それじゃ甘いということがよく分かりましたね。はぁ、回数増やしてないけど本当に辛くてちょっと明日やりたくないぐらい嫌ですねこれは。はぁ、ちょっと初めてかもしれない。なんかその強度を回数を増やしたりとかして強度が上がった時に翌日これと同じことをやりたくないって思ったのは初めてかもしれん。ちょっときついな。はあ、はい、というわけで今日の火星筋やりますか。科学的に正しい筋トレっていう本をちょっとずつ読むっていうそういうコーナーですけど、今日は第3章の12個目ですね。効くサプリと効かないサプリ、うん、まあなんかいろいろ筋トレとかトレーニングに有効なサプリっていうのが売ってるけど、まあそれらはそれぞれどうなのっていうような話ですね。でなんかエルゴジェニックエイドっていう、なんていうんですか、なんていうんですかね従来のサプリっていうのはなんかその例えば必須アミノ酸だったら必須アミノ酸足りない部分を補うために補充するための食品だったりするわけですけど、そうじゃなくてなんかこれを飲むとパフォーマンスが 120% になりますとかっていう、なんか100の状態からさらに上を目指す時に使うっていう風に歌っているのがこのエルゴジェニックエイドっていうジャンルのサプリらしいんですけど、本当にそういうのは大丈夫なんですかっていうことをなんか確認したらしい。はい。でなんかエビデンスレベルっていうのが ABC って分類できるけど、まあどれが A でどれが B でどれが C かみたいなやつが表になって載ってるっていう
感じの章なんですよね。章っていうか単元なんですよ、この3の12っていうのは。でまあちょっとここでは詳しく全部列挙しないんですけど、特に詳しく説明されてたいくつかだけ紹介すると、クレアチンっていうやつはエビデンスレベル A、 これは信用できると。なんかそのクレアチリン酸っていう成分が筋繊維の中に、まあ、保存されてるんだけど、なんか高強度のトレーニングをしたりするときにはそれがその筋繊維をなんかどうにかするんですよどうにかするよいしょ、どうにかするんですけど、このクレアチリン酸っていうのはなんかその高強度のトレーニングをした時には 7,8 秒ぐらいで使い切っちゃうらしくて、でもそしたらもう筋繊維の中に入ってるやつは空になっちゃうから、これが充填されるまで次の高強度トレーニングをしても意味がない状態になっちゃうと。そこでサプリで補っとくと、クレアチンのサプリを飲んどくと、まあ、その 7,8 秒分のやつが順次入ってくるから、まあ、バンバン筋トレできるよねみたいな、そういう話らしい。であとなんだ、カフェイン、カフェインはなんか筋肉そのものに効くっていうよりも、カフェインがアデノシン受容体っていうアデノシンをなんだろう感じ取る器官脳の中のその感度を下げることによって、そのアデノシン受容体がアデノシンを受容するとなんか苦しいとかっていう気持ちになるみたいなんですけど、カフェインでその辺を麻痺させとくことによって苦しくなくなるっていう苦しくなくなるからトレーニングがはかどるので、なんか筋トレに有効とかって言ってるんだけど大丈夫かこの本カフェインで麻痺させようみたいな。はあ、あとはなんだ HMB とかいうやつですか。これはなんかその筋繊維の分解を抑制して筋合成を促進するので、まあその筋肉量が増える増えないの世界でいうところの黒字化に寄与するって言われてたけど、なんか疑義が出たりやっぱり効くんじゃないみたいな、なんか諸説あるやつらしい。であとなんだっけ、ベータアラニン、ベータアラニンはなんかたくさん運動した時に水素が溜まってくるらしいんですけど、それを抑制する効果があるらしい。カルノシンっていうその水素を抑制する、これ何なんですかね、まあ、体の中の成分をなんか高めてくれて水素が溜まるのを抑えてくれることによって、これもやっぱり運動をたくさんしてると水素が溜まってくると高強度の運動がしにくくなるらしいので、まあトレーニングをたくさんできるっていう意味で筋トレに寄与するらしい。で今まで効く効くって言われててそうでもなかったやつに、なんかグルタミンとかアルギニンとか、まあその辺が出てきてますね。なんかアルギニンってあれでしょ、あのエナドリに入ってるやつあのモンスターエナジーとかレッドブルとかああいうやつに入ってる。でもどっちかっていうとああいうのって筋トレする人が飲むっていうよりもね、何ですか、プロゲーマーが飲むみたいな、そういうイメージありますけど、結局アルギニンっていうのは何なんですかね、カフェインと一緒に飲んでなんか覚醒するみたいなイメージありますけどねよくわからん。まあそういうのもあるんで、まあ、このサプリなんか日常的に飲んで効果的になんか筋トレしたいなって思った時にはこういうエビデンスレベルを調べて本当に効く成分なのかどうかを、まあ、自分の体とかトレーニングの状況と相談して適切に決めましょうねっていう、そういう、はいっていう結論でした。はい今日の火星期終わり。はあ、ね、あんまりサプリとかね飲むときに成分とか見ないんで、なんかパッケージ見てジャケ買いとか
そんな雑な選び方をするなっていう、そういう話なんでしょうけど。なんか引き続き喉がね調子悪いですけど、ただなんか感覚としては昨日も言ってましたけど、どっちかっていうと解放に向かっている感じですね。明日か明後日にはまあちゃんと干潮に戻ってるといいんですけど。というわけでちょっとそろそろなんですけど、2月の18日に福岡ルビースト会議03っていうやつが開催されるんですよ。でその名の通り福岡で開催されるんですが、まあ、それに行こうと思っていて、まあ行くのはいいんですけど、まあ単に飛行機で行って飛行機で帰ってくるんだと、まあね、まあいいんですけど、それでも。もうちょっと面白い生き方ないかなってことで、前から検討してたやつをちょっと具体的に検討し始めましたと。で、18日の何時からかはまだわかんないですけど、まあ、18日は丸々1日、福岡ルビースト会議のために用意するとして、その前日入り、前日入りするとして、前々日の2月16日の23時45分発の横須賀門司港間のフェリーっていうのがあって、だいたい22時間ぐらいですか、これ23時間ぐらい、21時間かな、21時間ぐらいですか、はあ。21時間ぐらいフェリーに乗ってると横須賀から北九州まで行けるらしいので、それにバイクで乗って、で門司港、北九州の門司港から福岡まではだいたい2時間ぐらいらしいんで、まあ、2、3時間で、まあ、夜11時とか12時ぐらいに福岡に着くというような計画で、一晩寝て翌朝福岡ルビースト会議出ると。で終わって寝て起きたらどうする、で帰りどうする。帰りそのままその夜に何ですかね、また門司港からフェリーが出てりゃいいんですけど、翌日のその日曜日はフェリーが運休なので、そのまんま同じやつに乗って帰ることができないんですね。なんでじゃあ日曜日観光してから翌日の月曜日の夜中に帰るんですか、みたいな、そういう話になるんですけど、まあそれでもいいっちゃいいんですけど、まあもうちょっと行ったことないところを巡ってみようってことで、こっからですね、こっからが本番。翌朝2月19日の朝、福岡を出発して、で大分ですかね、佐賀ですかねの国道94フェリーっていう九州四国間のフェリーがあって、それが1時間に1本出てるんですよ。なのでそれに乗って四国に渡ってしまうと。で四国に渡ったら、ちなみにその福岡からその94フェリーの港までは173キロある。いや173キロ、そうですね。4時間、5時間あればまあ行けるかな。5時間かけてまあ行ったとして、向こう岸、四国に渡ったらもうちょっとクタクタかな。なんだけど、そっから気合を入れて岬っていうところに着くんですけど、岬から気合を入れて190キロぐらい走ると四国中央まで行けるんですね。四国中央で滞在すると、翌朝3時間ぐらいで、オーシャン東急フェリーっていうのが徳島港から出てるんですけど、徳島港から東京港まで行くフェリーに乗れると。月曜日に。月曜日の午前中にもう一回
徳島からフェリーに乗って東京港に向かって、翌日火曜日の朝5時半に東京港を着くと。そしたら7時ぐらいには帰宅できるんじゃないですか。で帰宅したらどうすんの、これ。帰宅したらそのまま7時に、朝7時に帰宅するんだから、そのまま仕事できそうだよね。できるかな。まあでもだいたいフェリー乗って一晩ぐっすり寝てるわけだから、朝1時間ぐらいね、東京港から家までの間バイク乗ったぐらいじゃ疲れてないと思うんで、普通に火曜日仕事できるんじゃないか。でここで問題になるのが、その19日日曜日にその九四フェリーに九四でいいのかな、これ九州四国フェリーに乗るまで173キロあって、その後193キロあって、合計366キロとかを1日で走破できるかっていう問題ですね。366キロともなると、この間やったその何ですか、三重県から家まで1日で帰ってきた時と同じぐらいの距離になっちゃうんですよね。さすがに無理か。ちょっとここで1日刻むかどうかすごい悩んでるんですよね。どうだろう、高松とかあたりで、なんか道後温泉とかのあたりで一回泊まって刻んだ方がまあ安全かなっていう気はしますね。うん、ちょっとそこはまだ詰め切れてないですね。うん、どうなるかな、無理かな、やっぱ366キロは。間の休憩がこのフェリーの休憩しかないもんね。四股中まで行ければね、いやほんと翌朝ね徳島港まで行くのが楽なんですよね。その徳島港がそのなんだろう、出発が夜じゃなくて昼の11時20分だっていうところが結構問題なんですよね。その一泊した後徳島港まで11時までに行かなきゃいけないわけでしょ。ってことはまあ朝8時ぐらいに出るとしても、その3時間圏内とかのところに滞在しなきゃいけないんで、徳島港の。そうするとやっぱ四国中央まで到達できてないとこれに乗ることはできない。はあ、で本当はなんかその四国からもう一回本州に戻ろうかと思ったんですけど、なんか本州に戻るのに何ですか、あの岡山の下のところなんだっけ、あれですよ瀬戸大橋ですか。瀬戸大橋は原付2種じゃなんか通れないらしくて、そうするとじゃあなんだっけこれ、今治だっけ、今治みたいな、このなんだっけこの来島って読むのこれ、来島わかんないけど、広島の尾道の、尾道の南の島がいっぱい、因島とかがなんかごちゃごちゃしてるところにある道路、ここを通って広島岡山みたいな感じで陸路で、まあ全部陸路なんですけど、そう岡山みたいな感じで進めばいいのかと思いきや、じゃあそれで仮にその神戸とか大阪まで行ったとして、神戸とか大阪から東京行きのフェリーってないんですよね。あの仙台とかまで行っちゃうから、仙台からもう一回じゃあ南下するのちょっとアホ臭いしなって。そうすると結局その九州から直接東京港に戻ってくるか、それとも徳島で乗るかしか、その二択しかないですね、うん、門司港から直接のやつか、まあなんで言うほどそんなにオプションがないんで、だんだんこう
スッと決まりつつあるんですよね。だからあと今ネックなのは、日曜日に一回四国で滞在してゆったりと行くか月火を休みにして。でもなんかそれがいいような気がするな。なんか3日間とかずっと移動してたら結構気がめいりそうな気がするから、ちょっとゆったり観光できるような日程を組むのが正しい気がしてきた。はあ。まあそんな感じで、ちょっとあと1ヶ月ちょいなので予定を組まないとなっていう感じですね。はい、ちょっとゆるゆる準備をしていこうと思いますっていう感じで、今日は終わりかな。はい、じゃあバイバイ。カメラとつながらないピッピッ、バイバイ。